皆さんウル2は買いました。僕は買う予定ないんですけども、レバーを作ってみようかなと。テレビさん作ってますね。あの方法でやろうかなと思うんですけど、やっぱ時間かかるのと物がないので、もともとまずレバー探さないといけない。お疲れ様です。お疲れ様です。ウル2買った人にちょっとお聞きしたいんですけども、トレーニングモードどういう、どこまでできるのかな。Round one.
Round 2, fight!
こんばんは、お疲れ様です。今日も東西線形式でやっていきますが、ちょっと待ちましょうか。いやー、 X 勢の中はウル2の話題で持ちきりですね。ウル2の話をちょっと聞いただけでも妄想が止まらない感じです。今どれぐらいヤバいのかって話が頭の中で駆け巡ってます。すごそうです。さあ、ウル2ね、楽しそうなんだけど、僕は今のとこ勝ってませんね。殺意竜と洗脳剣はまあしょうがないですね。あれは絶対ぶっ壊れに決まってるんで、暴走イオリみたいなもんだと思っといた方がいいでしょう。ちょっと動画を見たんですけども、減りすぎますね。空達空達昇竜拳でなんかピヨって8割ぐらい減ってたんで、あとガード硬直を瞬獄で据えるという話を聞きました。内容を聞いた感じ、まあ変わったシステム、投げ絡みとかですね、あそこだけでも X の方が優しいゲームです。投げ受け身がなくなったということがどういうことかという、そこですよね。グラップが難しい、投げ受け身がないってだけで投げループの香りがプンプンしますよね。まあ別ゲーなんで、応用は効くけど別ゲーなんで、今のところ農業さんがああいうの大好きなんで、農業さんがすごいいろいろツイートしてるんで、よかったら農業の喜びでツイッターで検索してみてください。さあ、エントリーはどうでしょう。まだ誰か来るかしら。あ、シュウさんが来る。シュウさんとペコさんね。
はいバカ。小江戸さん、はい、声は聞こえてますね、大丈夫ですね。さあ今日の東西戦はどうしましょうね。まあメインキャラが使えるルールにしましょう。この方がいいでしょう。死んだが、はい死んだ。クソ技あるある、クソ技あるある。おいバイパーさんぶち切れてるよ。配信台でやってるのはバイパーホークとヒデチュンリー。あさあどういうルールにしましょうか。機械さん、あぜくん、メインキャラが使えるルール、東西戦なので、まあ、いじり用はありますね。2キャラ持ちいいんすよ。かぶせ合いは寒い。なるほどね。
どうしようかな、どうしようかな。もうじゃあバイパールールでやりますか、久しぶりに。まあこれやね、勝った方が相手を指名できる、東西戦で。そうなんですよねこんばんは。なんかいい案ないかな。メインキャラが使えるルールで結構人数がいるんすよね。じゃあとりあえず半々に分けると10対10、結構いますよ。いやまだ、うん、まだ全然始まってないから10対10でどうしようって感じですね。それじゃあそろそろ始めましょうか。ペコさんも来たし、来てる。よし、皆さんメインキャラでいいでしょうか。 OK、 メインキャラ、
サナさんキャラは？やりましょうか。メインキャラでやりましょう。今日は東西線ルールです。バイパールールでやろうかな。バイパールールでやってやってみよう。ちょっとね、人数少なかったら考えてた案があるんですけど、バイパールールなんですけども、チーム分けは9人引きでやっちゃいましょう。今日は9人でやると大概とんでもないことになるんで、今まで避けてましたが、バイパールールならいいでしょう。じゃあ皆さん、のじえストップしてください。のじえストップでお願いします。ちょっと音量を上げてもらいたい。左端、XJ そろそろイベントを行いますので、 OK、 のじあいはストップしてください。お願いします。バイパールールで東西線です。
じゃあそろそろやりますよーん。の試合これで終了ね。の試合これで終了でお願いします。皆さんご協力お願いします。いつまでたっても始められませんので、すいませんがこの試合ラストね。よーし、大丈夫かな。では黒を引いた人、黒を引いた人 1P 側に行ってください。赤の人 2P 側です。あ、いや、もらってないです。はい、黒を引いた人 1P 側、赤の人 2P 側です。はい、カードこっちで回収。カード置いて、カード置いて、はい、黒と赤分かれてください。こっち濃いな。さあ、バイパールールです。いいですか。バイパールールというのは先方だけ決めて、勝った方が相手を指名で決めます。バイパーさんが考え出したルールなんですけども、このルールだとバイパーさんがなぜか活躍できないというジンクスがあります。黒チームあと一人、誰、それそれちょうだい。 1P 側、いや番号は関係なしです。先方だけ決めてください。10人いる？僕も含めてです。うん、急に、いや金子くんは出ない、ここから仕事。いや金子くんの代わりに僕だから、もう一人。ここも9枚しかない。小江戸さんか、赤、小江戸さんはいる？おかしいな。カードみんな返した。ここは返したっぽいな。はい、赤引いた人こっちにいませんか？焼き鳥じゃね？では先方だけ決めてもらいますので少々お待ちくださいね。準備してきます。
はい、1P も 2P も先方だけ決めてください。先方行きたい人、これね、勝つと決まりいいんじゃない。勝てば指名できるので、まあチーム的には勝てそうな人ですけど、やりたい人でも構いません。じゃあ、OK、 じゃあせーので出し合いましょう。の鈴木ザンギ対シノニエサガトやっちまいましたね。さあ始めていきましょう。さあ、5月27日スパツ XNVC2 ランバと東西戦形式でお送りいたします。さあ今日は久しぶりのバイパールールということで、はい、よろしくお願いします。バイパールール先方は、はい、出し合いで、なぜか出てきた、なぜかやばいやばい怒られちゃって早速出てきた鈴木ザンギとシノニーエッサガットで、鈴木が鈴木が見せていく。あの場合だと相打ちにもなんないんですね。なんないんですね。やばいっすよ、これプランがすでに半分崩壊しつつある。あーっとスキルは通らず、いい酒。アパカワガード大足入って、あー2位も大足で、やばいあーっとスキルが出なかったのかな。いやあれはパイルでしょう。あパイル、あーはいはい、そうですね。ただ前が今ノバ危なかったです。高めからのどうでしょうね。アパカワは結構吸えないんですよね、やってると。そうですよね、あのぐるぐる回してるタコ様もぐるぐるはダメですよ。ぐるぐるダメか、はい、はい、吸える条件がありますので、あまあまあこの辺をちゃんと吸っといてほしい。ちゃんとしっかり回してしっかりタイミング、違う違うのか、あれは間合いが外れて、あそっち、アパカの初段が、はい、使った時だけ投げれますね。ああなるほどね、使るか、はい、アパカも先に出てるかどっちかです。あ、そういうことっす、ね、はい、攻撃判定が先に出ますので、それガードしちゃったらもうもちろん吸えないじゃないですか。あー、そういうことね。おっと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 、画面が下からの、うおっ、中盤立ちガード、アパカ、アパカガード、さあ残り1ドット、おぉー、危なかった。シノニー、指名して、指名してください。あ、相手票はでも、分かれてないから、ええショーナン、お指名です。湘南さんが指名されました。まあ、こいつならいけるやろみたいな、これがバイパールールです。さあ指名したのは湘南龍、はい、エッサガで先方で出てきて、ええ、指名し放題だという、はい、まあやりたい放題ですよやりたい放題やってくれるんでしょう。ただ本当これで勝てなかった場合のそのあれがでかいですよね。まあそうですね、エサガでも基本的に指名されない側のキャラなので、指名されないってことは、お、中ボス当たって、おっとっと、シンクが当たればですね、飛ぶんですよここから。残り0と歩いてしまった、ジャクと今日のスピード差が激しすぎますね。ですよね、今日は早すぎるし、今日は早すぎてジャックは踏みやすすぎる。おっと、おアポが出直う、お、また大足食らって大ガニ。さあもう体力が残ってない、しかも相手も真空がある。さあ勝利ですかね、大足、あのカラジャンプがね、またムカつくんですよ。おっと、真空入もらって、さすがにあの間合いだと、あの下タイガーとの相打ちでも2ヒットになりますね。そもそもエッサガットは真空もろぐらいしますので、あ、そっかそっか、 X がしないんですよ、ね、はい、X がしないですね。理由は簡単です、はい、
X サガットの暗い判定が前に出すぎてるから、そこなんですよね。そこに当たっちゃうから、そこに当たっちゃうと繋がらない。おーと打ってしまった。いやあれは今多分運が悪かっただけで、あ運が悪かったしゃがみぐらいするとプラス9フレあるから、あなるほど、なるほど、まあ、狙い良かったですね。昇竜、お大昇竜、大足シャドウ、これもしょうがないでしょう。あもう体力も同じぐらい、さあゲンサワル、おおおおおアパカ、ダメージ、アパカ、これは湘南が非常にってしまった、いいですね、素晴らしい立ち回り、あーと踏んでしまった、波動削って、時間もないよ。さあこれサガット側が追いかけないと、おおと2位に竜巻、やりよった、おお誰を指名する、顔見て選んで、誰でもいいよ、顔見せんな、顔見せんな、顔見せんな、こっちに行っておいて、誰、ジャルランケン、マキリ、マキリ指名だぜ、これはやってやらないとね。さあ 2P 側がこれ恥ずかしいぞ負けたらみたいな煽りが、ということで 2P 側は巻き入りが出てきました。巻き入り剣、あ色変わってますね、あですね、そうだね、まあ結構なんか後合いではいろんな色使ってますから、はい、おっとまだ迷ってるところですかね、迷ってるのかな、名前を変えたタイミングではなんか黒剣を使ってましたね、はいそうですよね。さあとりあえずユーザーが真空溜まったので、あんまり波動が、あーっと出てしまった、あーおー危ない危ない、真空から真空側の中国たちが、あー波動が当たって、まだ攻めが続くんですよ、おーきたー、これはあるよ、おーあー投げに行けなかった、ナイス昇竜ですね今のは。ゼロノットだったら確かに打った方がいい、いい反応、おおまあ行かなきゃまずいですよね、もう時間もなかったですし、まあ、まあ読まれてたら死ぬ選択肢なんでどれを打っても同じでございます、まあ、まあでも待ってても死にますからね、そうですね、行かないと、うわっといい大足、今のうまい、ひざつかみ来たからの、そっからの、おお、マッツンさんの真似、マッツンさんの真似だが、真似でしたね、もっとね最初露骨に掴んどかないと、えまさかそこまでは、そこまではあいや本当に最初に、え見せるぞ、あ飛びが、おっとコパンだった、これはレッパー、レッパーできる、見えてると、今のはいいですね、レッパの最初の昇竜拳部分が使うと、はい、残りが3ガードになりやすいんで、あはいはい、その前にも打っていったんですけども、であの場合は確定だったんですね、そうですね、おそらく、あレッパ残りが超長いから、さあここは竜拳が3ガードで端っこになるが、リードはマキリ、まあ、ただ真空が溜まってしまって、うおーヘール大ゴスに昇竜だけでも減ったな今のは。さあ誰を指名する、選んで、さあ誰を指名するか、さあいっぱいいるからね、まだまだ、そうですね、キャラ分布的にはエスガイル、リュウ、チュンリー、はい、フォーク、はい、バイソン、バイソン、リュウ、ブランカ剣、ブランカ剣、そうですね、すいません、あの動画見てる人には、チャラさん、チャラさん指名です、チャラさんクレジット入れてください、ピンク色です、そう、はい、チューブのあシャラオブランカです、あそうなんですね、そうですよ、名前が違っていたから、今日だけじゃなくて、はい、もう3回ぐらいこっちに、はい、こっちに越してから来てますね、そうなんですね、
ただかなり押されている。これはおーっとおガードした。いやもうガード大足もらって今度は入った。あーピヨった。しつこい裏まとわりついていきますね。裏1回見せたから次は思ってと見せかけての裏でしたね。はい、あー飛び入ってしまった。ピヨってしまった。おーまあ優しい。コンボミスで、ただまあ体力圧倒的にリードしてる。さあ守ってるとか出ませんからねこれ。まあ何かワンチャンでいかないといけない感じですね。アクションを起こしたところをサラは狙っている。波動拳も打ちづらい。ターン強パンタイク残り1ドット。あの技もねなかなか相打ちには出やすいですよ。そうですね、相打ちでも OK な場合でしたら、はい、おーおシュワシャ打って波動おーおっからの連覇で連覇入られたお見事。さあ誰を指名する。わかりますよ。さあガイルを指名みたいな話になっていますが、アゼガイル、はい、アゼガイル指名です。ここまで、指名された側がみんな勝ってますね。まだまだ残ってますんで。そうですね、はい、でもまあなんかアゼガイルがここで出てくるとはみたいな。まあこれがあれですね、ブランカですからね。ブランカが被せられるキャラってほんと少ないんで、ええ、いやでもなんか自分の出番かなみたいな気もしたんですけどね。残忍は確かに、残忍ブランカ面白くないですからねあれ。はい、あそうですか。ブランカガイルは面白いです。おお。さあアゼが諦めた。なんか諦めた諦めたいや諦めてはいないと思いますけども。前連覇でしたもん、ええ。やるんだったら、はい、あのニーバズーカ逃げとかバックジャンプ対空とかいろいろやった方がいいです。サマーブッパとか。ええ。あ、違った。お、さあ美味しい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 。さあ逃げる逃げる。さあアゼチューが通用しないキャラ。お、アゼチュー。アゼチュー長い。おー、おーサマーが出る。ここはしっかり見ている。ソニックソニック削ってでかい。お。さあ、おお、ムエタイはめちゃめちゃ強いです。あ、急にドヤ顔になった。急にドヤ顔になった。急に。おお。さあ、チャラブランカ攻めは間違ってはいない。おお。神に行って。そしてまた神に行ってまたなんかループしてるぞ。おお。投げ返す。投げ前ないだった。ちょっと入りすぎたか。なんかチームメイトのアドバイスが全然生かされていないような。もう冷たいカラキャンサマーとかサマーであの全然使えない技を今アドバイスしてます、ね、どういう状況で使えると。冷たいもサマーも、はい、スライディングに勝てるので。ああなるほど。でもタイミングをずらすだけでいいんでサマーがただ漏れるので。おおで中で締めた。嘘、超ドヤ顔。誰締めする。顔見て顔見て顔見て。いやもう こっちの顔見た方が早いって。いろはさん。あ、いろはさん、いろはさん。さあここで指名されたのはいろはさんの S ガイドですが、いろはさんを指名。ええ、なんか S ガイド有利という話が出ていますが、多分ないです、ね、多分ないです。多分ない。お、開幕裏剣で、ね、お、スタブが当たって S ガイドの方がやっぱね、動きづらいんですよ。あー、はいはいはい、はい、前に寄られる一方なんで、まあ確かに端っこに追い詰められるとそうですね、守りに入ったらラウンドハウスがある分強いんですけど。あーですよね、それが強いですからね。おー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 。今はリフトが潰されたが裏切られましたね。裏切りひたすらそばって、ひたすらそばって。アゼチューバカ野郎。アゼチューが負けた。当たんない技は出したらダメです。格ゲーの基本です。
さあいろは対アゼ、はい、なかなか見応えのあるそうですね、いいですね。あのあと有利になるかもしれない点がもう一個だけあって、はい、相打ち、ええ、取り続けると S ガイル勝つんですよ、はい、あ、そうなんですか。ダメージ高いからダメージが大きいというか、まあ、S の方が一般的には全体的に高いです。あ、はいはいはい、はい、裏剣からソニック別にあんま関係ないですね関係ないのか、話は違いますけど、はい、さあ今度はおーおおおおおトビカナの投げ、さあイロハ勝利、ここまで全て指名された側が勝ってます。洗脳されたタコ様、はい、さあここで洗脳タコ、いい勝負。さあここで4番手同士、さあまずは開幕走るがソニックで、おお届いちゃう、今のはまあそうですね、広いな、あー揉んでスクリュー入って下げ取りができれば終わり、死にかけですね、ガードスタルともう終わりですね。あれ多分あれ多分サマーもダメですよね、アントビーなんで、もちろんですよね。さあ冷たくソニック、ソニックだが一回寄られると大変なことになる、うまい、おお今のうまい、わあ差し返しできて、ダイヤ車引っ込みますねやっぱり、はい、ちょっと待ってから2発目に相打ちを取った方がいいかも、うんうんうん。さあ一歩ずつ取り合って、今度はまた走るか、ま、走る、あれもうカラキャン使わないと届かないですね。ああそうなんですか、下がられちゃうんで。おおソニックよく打った、いい読み合い、さあやばいやつ、アントビは完璧、危ない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 、さあまた指名された側が勝ってしまった、全部勝ってますね。さあ洗脳されたタコ様が誰指名すんの、さあどうすんの、龍拳を選ぶんじゃないかな、まあだと思いますけどね確かに残ってんのか、あー千春くんの破天荒流、破天荒さん、さあ破天荒さんもうアップをしていた、破天荒さんも指名されるっていう風に2-2ゴムじゃない2-2、さあ5番手破天荒流、今のところ、はい、スーピーガーが一歩リード、そうですね、画面がちょっと青いですね、確かに。さあ対空が出る勢になった破天荒にタコ様飛びは通用するのか、あーやばいやつ、スクリュー入って画面端、さあアントニーバッチリ、バッチリですね。さあ今度は死んだ、マジか、さあなんか龍眼では うまい、龍眼ではなんかその理論上では断じ有利と言われておりますが実際難しい ね実際ねできてる人ほとんど見ないですからね、うん、さあ今のさっきのタッチ中継はちょっとリスキーさんっぽい感じだったが、ここからどうする、通常の耐久はダイエットされづらいので、はい、なかなか手が、うん、よく出した、中盤飛ぶよ、おー、ちょっと、あー、かわされたー、タコ様が似たで、さあ誰を指名する、ならいいんだよ、早く早く、バイパーさん
なんで？後悔しやがれと煽りが飛ぶ。龍は嫌いらしい、どうやら。さあバイパーホーク、相打ち、相打ちだけどダメージ違う。うまい、立ち退け、うまい。タッチコーキック強いんですよね、このフリアで。あれ、派生までちょっと遅いですよね、あれ。いや、早いです。早い、早いんです。マジか。うわー、怖い。死にかけたが、もう一丁。うわー、これ当たりでしたね。タコ様、ぐるぐる残機が伸ばれている。今コントロールネット当てましたけど、え、はい、有利を取った後の、はい、水ジャンで、はい、スクリューをすかした時、はい、着地ダブル台風とか狙えますんで。おー、おー、ダブラリでこけるとこうなる。さあタコ様いっちゃうのか、このまま。さあ、おー、やめておけ。おー、うまい。おお、マジか。あ、遅かった。さあこの組み合わせはザンギ有利かな。難しいです ね。昇竜拳持ってますけどね、フォークも。さあ、まあ、危ないよ、危ない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 。差し返して、うわ、ここはアット魔法。うわー、危ない、危ない、危ない。バイパーフォーク狙いすぎる。あー、コントルダイブが刺さって、タコ様しも残ってる。僕もいる。小江戸さんもいる。ピンク色、ピンク色。小江戸さん出番です。さあホーク側がなんとベガを指名する。さあ、やばい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 。さあこれはクラウがまだギリギリセーフ。ミドルが痛くて、うまい、うまいな。さあフォーク使いの中で、はい、ベガに有利と、うん、ベガに有利と言い張っているのはバイパーさん一人なんですよ。ああ、うまい、ね、中足対空がやっぱりきついんですよね。ですよね。中足対空からさらに大キックまで入りますからね、中大って。いや、中足、中足、ダブル2って入るんで。うマジっすか、やば。中、中、ダブル2。中、中、ダブル2、ピヨるんですよ。うわー、あー、知っている。うまかった。小江戸さんがバッチリ上り対空されるときつい。さあ、誰を指名する。チュンリベガやろうぜ。チュンリベガ、残ってんのが地流、地流、地流、地流。あれ入れなくて。さあここでチさんが何番手だ。7番手。さあ残り 1P が4人か。そうですね、残ってるメンツは覚悟しといてくださいね。さあ地流対、おお、ピオリチ、どっち？全然裏裏、え、あ、あれか。どっちだろう。わかんねえな。おお、見ている。ここ我慢。昇竜に最高。マジか。あの技つね。どうなんのこれ。投げ返して。おお、ブレ長田投げっぽかったか。ナイトメイクらない。最高。おお、マジで？立ってる。何今の？でも、あけぼのフェニッシュでしたからね。うんうんうん、真空で勝ったと思いきや、まあ、当たったのがベガが早かったので。なんで蹴られたんだろう。確かに先に当たった方がやっぱ勝つんですね。いやー、さあこの、おっと、ま、さあ、さあやばい、どっち、ナイトメイク、あー、復帰。あれは食らう。さあ誰を指名する。ナイバさん。
さあ、苗場チュンリー8番手、残り 1P が3人。さあ、チュンリーを指名しましたね。はい、まあ残るがシャルさんとシュウさんだったので、なるほど、まあしょうがなくっていうのがあるのかなっていう感じですかね。もう下手するとバリバリ抜かれそうなメンツですからね。そうですね。いや、ここまで来て鈴木さんがいないのがでかいですわ。いや、そうですね、鈴木さんが1番手で出てくれたので、はい、鈴木さんはかなり 2P 側から見ても脅威だとは思ってたので。そうですね。さあ、ここは使って、おっと、周りで投げられる、よく当たりたか、うわー、ただの10、ゲー、下がった、繋がってはいないが、今のは投げに来るだろうっていうので立ってましたね。そうですね、他のチームでみんな投げますね、あそこ。そうですね、僕も多分投げそうですね、うん、受け身で死ぬ体力というのはやっぱそうですね、行くべきですね。おっと、あー、これはお電話。さあ、どうする、ゲージは貯めたいけども、ヘッドプレスも食らいたくない。そうですね。さあ、上から行った、前場チュンリー、うまい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 。さあ、ここはガード、食らいきない、どっち、おー、キリキ、うまい、刺させて、すげえうまい、おお、これは、あー、怖え、あ、うまい、バックジャンプ大キック、やりますね、今のバックジャンプは。これまあメガスカイよく見てますよね、どうせ最後飛んでくるだろうっていうので、ギリギリに当たる間合いで飛ぶとちょうどあの対空が、うおーい、 お電話今のは、今のはゲンキック、あくまでゲンという、さあ、これは投げたらメガ側、さあ飛んでガードしている、ナイスガードですね。そうですね、投げそうなところよくガードしますね。ナイト目を使っても今の食らわないタイミング、そうですね、うわー、よく上がれたか、おっと、あ、つかさ、投げて、これいい勝負だな、うわー、バレていい、やる、すげー、うまい、大キック、すげーうまい。さあ、誰を指名する、残ってるのが機械、ペコ、ペコ、うん、まあまあまあ、こっちは合ってるよね、いいよいいよ、あー、これはぶっちゃけ XK よりマシっていうレベルですね、うん、うん、あ、でも端っこは積んでますね、端っこは超きついですよ。さあ、痛いの入って、どっち、危ねえ、減る、これね、CTCT が重いんですが、うまい、大処理で落として、さあ、あそこでね、投げの読み合いをしなきゃいけないところが S 剣ちょっと辛いところですね。さあ、どうする、おー、これは刺されるんですよ、背中をやっちゃいけないんです、あの距離で。そうですね、うん、さあ、引き付きテンションから、これはめくりに行って、割られた、やばいやつ、ニート相手、昇竜拳ガード、よく我慢している。さあ、ゲンキック、ガードされるとやっぱり攻め系がなくなるので投げも混ぜたいところ。さあ、どうする、がしかし、苗場我慢強い、やばい、画面端の反応、やばい、立ち台系からの台足、シュウか、シュウさん、シュウさん最速でシュウ剣を締め、そう、さあ、シュウさん指名されてふざけんじゃねえと、さすがにキャラ差がね、さすがにキャラ差ですよ、これは。はい、あ、でもこれよく東大戦でケチャップ VS マスタードってよくやってるじゃないですか。やってるんですけど、相当ありますね、やっぱり。はい、赤と黒ってなんだろう、赤と黒、天と地と醤油って
した壊した台足か、あーあー痛いのが大パン弱小竜粗大小竜さあ汚い花火が上がりました。うおーやばいやばいやばい、踏み込む端っこはやばいんすよこれ、端っこはやばい、さあ1番手が全然機能してないですね。アッパーアッパ ー, ッパ ー, ッパーやばい差し返し終わったか、やばいぞこれ、差し返したか、いやーうまい、勝利が当たらないんですよね、かよマジかよ、向こうの当たるんですけどね、光るのやばいな、おーしかし体力が近づいてるのか、シューターの踏ん張りが、しかしめくりガード、うわー我慢した、さあしかし波動拳が、向こうの波動拳早いですね、さあペコさんが一度と有利かな、おーしかしうわー出なかったさあシャルバイソンです、残るは歩いたのに、あそこまで行ったのに勝利が出ない、しょうがないしょうがない、さあ大将ワーティー側シャルバイソン、しかし全立ての可能性を秘めたプレイヤーとキャラですからね、はい、いやシャルさんね最近ねマジめちめち強くなりすぎてやばいんですよ、いや早いですからね彼は、いやそうなんですよ、あの結構方向性としてはナオキ、はい、あれなんて NB 君に近い、そう本当なんかねそういやなんか暴走機関車っぽく感じるんですよ、全くそれはないですね全員に指定されました、ね、マジかマジか、このバイソンは似てるのは式バイソンですね、あーもうなんか街が多めですね、 NB はね本当見てないところもあるんで、さあこっからは作業、いやー誰を指名する、残りは焼き鳥さん、二回転さん、ヒデ、機械さん、機械さん、機械さん、あれやめといた方がいいんじゃない、フラグ、完全にフラグだろ、やめといた方がいいんじゃないのと、完全にフラグだわこれ、やめといた方がいいんじゃないのはどうなんですかね、さあフラグ製造機の近いさん、しかし名勝負も多い、迷ってる名勝負もあるが、きっちりやると本当近いさんマジで超強いんで、そうですね、あーティビウス、おーやるわ今の、それは食らう、おー15番あバカー食らって、うまいな、うーさあ先取りミスですが、やばい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 、終わってる終わってる、どうすんの、バレてるバレッバーレあーあーって言いましたね、やばい今の、おー笑うわあんな笑うわおーうまい、嘘でしょ、さあダメージは取っているがゲージも溜まりそうだ、バイソン側のうまい、おまーまさか置いといた裏剣が当たる、さあこっからバイソンの、あ今のひっくり返った、よくガードした、あさあこのラウンドはさすがに近いさんか、やめといた方が良かったのか、危ない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 、さあさすがに2回目のゲージ溜めができれば、そうですね、ま、2回目のゲージ溜めるのがしんどいですよね、やはりさあなぜか開幕台足あの台足は、ね、結構強いんですよ、あそうなんですね、1回目と2回目のスカリに間にしか刺さらない、あーおーしんどヘッドしんどさあ機械勝ってから煽るある、うわー来たわ、やったね機械さんか、エキシビション行きます、やりますか、じゃあ2周目でもいいよって、なるほど2周目やりますか、2周目にしましょう、したらチーム変えるの、変えたら意味なくないですか、うん、じゃあ最初指名して OK、 先方の人が負けたチームが
じゃあ一回リセットしましょう。機械さん死んじゃって。まあワンピー側としてはねやはり悔しいですからね、ここはちょっと勝っておきたいっていう。さあもうのじえに夢中の人もいますが、もったいないことやめる。いいよ、もう好きな人指名してもらっていいんだよっていう。まあ 2P がまだ出てない人も優先的に指名してくれると面白いかもしれないですね。いやーされないんだよなこれが指名制はそういうもんですから。先方決めてください。そう、先方決めて、先方の人がやりたい相手と、そっちが先方決めてもらって、こっちの先方を決めてください。イロハガイルが、 S ガイルがタコさんも指名。では2周目これで最後にしましょうね。帰っちゃった人とかいないかな、大丈夫。はい、それでは始めていきましょう。2周目です。はい、入ってます、入ってます、はい、大丈夫ですか。さあ2周目、いろはさんが指名したのがタコ様ザンギ。いろはさんはリベンジしたいところ。そうですね、やっぱり指名しといてキャラがかぶさってんのに負けたら悔しいのが残りますからね。そうですね。おっと裏剣がいいところで入る。さあ、おーっとその大足は余計下げはいけない、大足できる。あ、一気に持ってたタコ様、流れが良かったですね。今の畳み掛けがすごい見事でしたね。はい、まあ、ここぞというばかりにチャンスをもう逃さず。そうですね、 2回目の起き上がりが勝負どころですよ、はい、常に。さあ裏剣が置いてある。いろはさんはちょっと台足をやめた方が、そう、これはきつい。おお、さらにぐらい。さああとはノーミスだったら、おお、ラウンドハウス思い出した。ただ S ガエルのラウンドハウスはそこまで強くないので。いや強いっすよ。いや強いんですか。超強いですよ。じゃあ残儀戦には結構、あ、完全に相打ちいきますね。ダイエットしづらいですね、とりあえず。あーっと、また相打ちにはなりますけど。うわー、リベンジならず。タコ様勝利、2連勝ですね。これは悔しいの。じゃあタコ様誰指名する。覚えてます。バイパーさんを指名。バイパーさんもリベンジしたいらしい。なめんじゃねえよと、お前この野郎と、また回すぞと。あ、そう、一回回されてないよね、全部コントロールダイブで当たったもんね。さあさっきはぐるぐる残業をやったおかげでコントロールダイブ食らいまくって死んだんですけども、それを踏まえて今回はどうかという。さあコントロールダイブがぶち当たる。さあバイパーホークがすげえ嫌そうな顔をして入ってきましたが、何かあるんでしょうか。残業にはダイブフリーみたいなことを言ってましたからね。やっぱ間合いの関係とかなんですね。間合いの関係かも、ね、通常技の強さもあるんでしょうね。さあダブルヒット、めくりかない。さっきはめくりコンボを食らってしまった、今回は表だった。高め、やっぱり。さあどうする。おっと噛み合った。あー回せない、ぐるぐる回してる。スクリュー入って、おー、直接スクリュー。さあタコさんも取り返す。あれはちょっと返しづらいです ね、あのヒットバックの関係で。さあトマホダブラリを頭で潰す。さあ相打ち、ダブラリに対してコンドライバー結構運絡みなんですけども、おっと、さあ怖いので狙ってるぞ。さあこれリバサで返して、うわー、テイクコントロ
はダブラリ勝つ。ベストフォーのダブラリがヒット。さあ、タコ様2連勝。タコ様2連勝、誰を指名する、誰指名しますか。さあ、ワンピーがほとんど人がいない。ワンピーが、おい、みんなのじやってんじゃねえかよ。みんなのじやってますね。シャルバイソン、シャルバイソン、早くも指名されましたよ。舐めやがって。さあ、舐めやがってとシャルバイソン怒ってますよ。まあ、これがこのルールの醍醐味というか面白いところですね。指名された側はムカつくと。まあ、シャルバイソンもね、さっきは悔しい終わり方をしてしまったので。そうですね、まあ、一人で全立ても可能性全然残ってますんで。さあ、タコ様も全立ての可能性があると。溶かしてしまえば残業はぜひバイソンを溶かしたいところですね。画面端近くで。そうですね、そっからもうほぼ、まあ、そっから終わりですから、ね、もうアントビからもうほぼおしまいですね。さあ、しかしバイソン戦が分かってないですね。そうですねバイソン戦はね、違うんですよ。具体的に残業はどうやったらいいですかね。もう読みを通すんです。やっぱり置き台足とかも必要ですよ、ね、置き台足よりも大きいのはやっぱ飛びですね。飛びがいい、ああ、はい、なるほど。あのグランドに対して飛び当てる。そうですね、それを農業残業はかなり露骨になってきます。ああ、なるほど。プラス歩いてきてダブラリーみたいな。あ、今のですね、はい、あれが。あ、素直にいった。スクリュー1回確定するので半分減るんですよ。なのでダブラリ ー、ここはこれリバーサースタコンで、ただ体力はほぼ五分。さあ、下がってグランドモードになると、相打ち、うわー、ちょっと早すぎたか。まあヘッドですね、それはヘッドですね。さあ、指名してください。いっぱい残ってる。エッサが、エッサか、シノニー、シノニー、シノニー、いない。あ、いるいる、もう入ってる。いた。さあ、これバイ、シャル君が、指名したのがエッサがシノニー。まあ、いい勝負だと思うんですが、スパコン持ったらもうさすがに。そうですね、これは五分ぐらいだと思います。いい勝負ですよね、はい。さあ、タンパからヘッドが入って一気に半分近く持ってく。ダッシュアッパーから真空と違ってクレイジーは食らいにくいんで。あ、そうなんですね。そうですね、有効な間合いが狭いですね。あー、なるほど。おーっと、あー、ダイヤシが刺さる起き上がりにダイヤシ。あそこの間合いだとヘッドも使うので。そうですね、結構手堅い選択ですね。さあ、エッサガの止めに対してシャルバイソンはきっちりアッパーで落とす。おっと、2位が入って投げ返す。投げ返す、おっと、でもうまいな。うまい、もうきっちりバックジャンプを見てからのダッシュアッパー。見てからできるんですか。僕できないですよ、あれ。あれ、まあ、明らかに見たからやってますよねさあ、このタイガーショット、そしてグランドスレートに貼ってれば。おー、ピオール、わあ、リカバリ遅い。おーっと、飛んがばれている。うまい、うまい。あ、今のはクレイジーポイントだった。おーっと、ヘッドに体が刺さって、まだ分かんないよ。おーっと、打っちゃった。ある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 。バックジャンプに逃げるしのに、うわー、見てからダッシュアッパー。完全対応、グランドアッパーの反応が早い。いや、め、いや、え、ペコさんだったらペコさんでもいいよ。なんかいけそうな、いけそうだったら誰でもいい。ペコさん、ペコさん、いや、ペコさん潰してくれるとありがたいな。ワンピー側としては S 剣はかなり、 S キャラに2キャラを潰してくれるのは相当助かりますね。そうですね。さあ、ワンピー側もはや興味がなくなっている。マジか。
さあヘッドに対して中足アウトで、おーっとダッシュ行き過ぎた、画面足を背負う、もったいないですね今のバックジャンプは。おっと、置いてる、読んである。さあ歩いて投げて、さあゲージ持ってるな、バイソン。さあ竜巻に逃げて、さあこのジャックカットをかけるモードが強い。ジャックハードを追っかけると、あーっと、それじゃない。さあしっかり下げ飛んでいる波動拳、波動拳、波動拳、脱衛ぶっぱトップスピン、あれは返しづらいですね、正直。そうですね、読んであのグランド系で抜けるみたいな感じになってますね。さあ波動拳を、ね、大ヘッドに抜けるのうまいですね。あ、見えてるな、見えてますね、すごいな、見えてるよ。あーっと今落ちが入ったよ、おー勝利。さあ掴み返す、投げに来たところしっかり返す、速さいって、うまいな、うまいですね。 S 剣の隙の少ない勝利にきっちりお釣り入れる、はい、あれは結構難しいですね。難しいですね。さあピオニスだぞ、お勝利を当てて、さあ竜巻にリバサヘッド、台足入って、おーっと、おーっと残り1秒、うわ、うまい。さあ誰を指名する、ここまで3盾中、誰、一応焼き鳥ホークもいるんだよね、焼き鳥ホークもいるんだよね、焼き鳥もいます、あ、知ります、焼き鳥くんは回避、あぜあぜ、どうぞ阿部さん、あぜ指名されましたので、さあさあ指名されて、なぜかニヤッとするアゼガエル、処刑台に立つような、なんだ今素敵な意味は、やれるもんならやってみろと、逆ですね。さあここで指名されたのはアゼガエル、さあ外野手にいきなり短パンに刺さって、前歩いていく、中足と中足が相打ち取られて、追いつかれ、うまいな。さあこの状況はかなりきついぞ、さあ逃げそばっと、うわーっと一本負け、おー頭がめくれないですよ、めくれますけどね、難しいんです、ほぼめくれない、ほぼめくれないです、9割しかると思った方がいいかなっていう、昔無敵さんにめちゃめちゃ低いめくれを食らったことがありますから、あーなるほど、本人もびっくりするぐらいレアなゲームです。うわー今見てからか、体力もほとんどないとがいる、クレイジーはボタン待ちできるのが強いところ、さ あ, さあ厳しい、やることがなくなった、あーっと、あー下がったところにグランド、ラン、さあそれではガンガン減ってますね、機械さん、機械さん、機械さん、おっと機械さん指名されましたよ、やめといた方がいいんじゃないのと、あれこれ動画止まって大丈夫です。さあここで指名されたのが機械さんのガエル、まあ、機械さんはやめておいた方がいいんじゃないかと一生懸命キャルバイソンに言ってますが、さて果たしてどうなんでしょうか。さあ投げて、さあヘッド食らう、ダブルが、あと安い、ちょっと安いかな。さあ掴んで、うわうま、痛い痛い痛い、ってさあ当たらないことで定評がある機械様、本当に当たらないんですよね、なんでですかね、当たることもあるんですけど、あんま動画に残んないですよね。そうですね。さあザックソン、ザックソンが踏んでしまって、おっと同時当てだった、ダメで、嘘なの、今のは、今のは見てからですね、入れ込んでいてボタン待ちをしていたの、ああ、まあ、ちょっと見ましたけど今の感じで見たかなって、さあソニック食らっちゃう、さあさっきは食らってしまったの、ヘッドが当たる、ヘッドなんで溜まってるんだ、さあグランドが投げて、おっと様当たった、マロ様俺は諦めていない、おっと怪しいぞ、さあゲージが溜まったバイソン、うわーうまい、さあ
こっからライルの頑張りどころ。痛いぞ今。クレジで蹴りに殺し、そこで尿意棒がソニック当たる。いやだからやめといた方が良かったに。残るは5人、小江戸、マキリ、ヒデ、2回転どうする。いや、まだ待って、まだいや、1人か。小江戸さんがいいんだ。ベガ小江戸さん小江戸さん指名されましたよ。さあ、ワンピー側がシャーノ君が頑張ってるおかげで、ワンピー側は誰も応援してません。みんなノジェやってます。さあ、ここで指名されたのが小江戸ベガ。さあ、ヘッドプレス当たって、さっきはなんかすごい動きをしましたからね。最高ダブルに投げて、受け身がない。アントビから投げて、受け身がないぞ。さあ、中足を上げて投げる、うまい。さあ、ここまで5立て中のシャルバイソン。5立てですよ、強いですね。やっぱり全立てありますからね、これ。あっと、さあ相打ち、おお、この間合いのジャブ、ナイス。下でしっかり待っている、めくって、あーっと、うまい、うわー、あーっと、全部持ってった。今歩き投げに行ったんですかね。歩き投げか歩きナイトメアか。そうですね、ワンテンポ置こうと思ったら先に光っていた向こうのスパコン来ちゃいましたね。うまい、さあ差し投げ勝利、ナイスガイ、ナイスガード、投げて、さあヘッドプレスは、さあこういうの最後待てる。ここはヘッ ヘッド投げる、我慢してしまった。あそこはナイトメア溜まっていないので勝負どころがあります。ここでスライディング。さあ小江戸勝利で誰を示する。ワンピーが残ってるのは、湘南流、苗場チュンリー、鈴木ザンギ、チャラチチ、破天荒流、シュウ様です。俺シュウさん、おお、シュウさんを指名。さあ、みんなのじえに夢中。さあさあ、シュウさん、おい、ダイパンすんな。タコ様が顔真っ赤にしてダイパンしますよ。ダメですね、顔真っ赤にしてもダイパンはいきません、はい、筐体がまずいです。お前の頭をダイパンするぞ。なるほど、なっちゃいますからね。投げて、さあ、うまいうまいうまい、うお、今のやばいな、狙いすごいですね。さあ、小江戸の立ち回りが絶妙。さあ、やしかした。さあ、この前から一気にいく。大丈夫です、大丈夫です、レバー大丈夫です。僕今日やってた、多分レバーがね、個人によって合う合わないはやっぱ存在しますよね。さあ、波動拳もらってしまった。さあ、ここは画面端キープ、画面端キープで、さあ、これはお釣りがうまく当てられなくて、さあ、前後移動からの、うまいな、なんだ今の。うわー、強かった、超強え、今のは本当に強かった、やばい、かっこいい。鈴木、湘南、チャラ、破天荒、チ、苗場かな、残ってるのは破天荒さん、破天荒さん、はい、うまかったっすね今のは。いや、うまかった、やばかった。さあ、破天荒流、あの飛びがしょうがないって言われるあたり、このゲームのすごいところですよね。まあまあまあ、確かに。さあ、中段はなじられ回りだった。
露骨に削っていく。しかし竜巻切り返して、ここは投げ返される。ちょっと重ねが甘かったか。さあ何止めようか。さあこれはさすがにハードを見てから余裕でしたですね。ベガの間合い取りになった時に、はい、どう切り返すか。あー中ゴスダイヤ、今のは台足まで入れたかった感じだったが、中ゴスダイヤってピオリッチですからね。そうですよね。さあめくる。おっと今度はスライダー。うわーピョンネ運がいい。しかしかなり地利品だが、あー竜巻中竜巻かな。中かな。逆かな。逆っぽいですね。さあ投げて打ち火がないな。まずいぞ。お、これは様子を見る。うわぁやばいやばいやばい。タスマキもバレた。さあ投げた。投げたが打ち火はしっかり取られている。さあこの間合い取り。しかしベガにはタスマキがさっきから待たれている。タスマキまだタスマキ。うっさあ踏んで上からあと一発。ジャンプ強キックだったら死ぬ体力。うおーさすがにすげーうまい。うまいな。さあ、鈴木湘南ちゃら、ちなえば、ちなえば。鈴木さん、鈴木さんを選択。今破天荒さんですね。二周目。さあこの色のダンディを見て恐れたものも多いでしょう。鈴木ダンディ。開幕バニシング、多分回せる前ギリギリだったところがバニシングに回したんですか。いやダブルに読みです。ダブルに読み当たったらめくりが入ってるわね。ああマジか、そんな読み合いがあるのか。うわー今のはしょうがない。行かない行かない。最高ダブラリが出なかった。乗り込めなかった。さあまだベガこっからまだなんとかあるがちょっとしんどいか。あうおーめくっちゃったって感じですね。あーチョップで押し置き飛びはダメと引きに変わって押し置きされましたね。そうですね。さあこれはさすがに入って優しくない。死ぬか。あでもバッチリ。あおお弱サイコ。あれ派生早いんですかね。いや無敵が、あ投げ無敵3フレあるんで。へえ。でもスクリューは2回吸えるんですよ。うん3フレ後にボタンを押すだけで吸われちゃいます。あーなるほど。さあうまい。ダメダメがダメ。さあ鈴木誰を指名する。残っているのが死んだでしょ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 死んだ死んだ火で火で火か汗汗死んだっけ。汗さんは死んだよな死んだよな。焼き鳥はい。ま、巻きり、火で2か焼き鳥剣、ま、巻きりさん巻きりさん。やめろ欲しいとダメなのあさあ、巻きり剣。さあこれ倒したら鈴木さんはもうニカさん指名する気満々らしいです。やめてやめて。ハートマークが飛んでるっぽいが冷たく拒否される。さっき出てないんだよ。あまあ僕も出てないですけど。おおやばい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 。圧力やばい。おおさあちょっと触っては離れるを繰り返して、マティリさんが踏ん張ってはいるがうわあったお中だあ
シャガチューパン、タチチューパンなんかしようとしたらダメだったみたいな。波動拳が連続ヒットしないんですよ。へえ。なので鎌払いが限度ですね。ああ、なるほど。密着からだったら強勝利まで入ります。はい、 TBS。 さあ、マキリ踏ん張りたい、踏ん張りたいが相手は寄ってくる、これ寄ってくるし途中で止まるし、やべえ。おお、しかし踏ん張っている。うまいですね。相打ち。さあ、中足暴れて、うわ、やばい、暴れてきた。最速暴れ。最後まで俺暴れるんだぞっていうのを見せかけての3ラウンド目がどうなるかみたいな。そうですね、これは熱い読み合いが。さあ、ちょっと早い、吸っていく。さあ、これは圧力ありますね。ダブラリー見てる前で、やばいよ圧力これ。どうするの、見ている。ちょっと完全対応、ハメじゃんこれ。やばいわ、厳しい。さあ、ニカさんかな。はい、ニカさん、はい、笑顔でニカさん選択されました。こうだ、はい、さあ、やりたくないとニカさんが言ってるが、さあ、指名された2回転バイソンだが、ただ鈴木さんじゃなくてちょっと2回転バイソンの方が苦手意識があるらしいですよ。あ、そうなんですね。さあ、やばいやばい、歩き、歩き、もう死んだのこれ。なんだこれ、しゃがみぐらいしっかり確認。あ、しかし生き延びた。いや、生き長らえたが、これ厳しいぞ。これはさすがに、お、相打ち。さあ、やりにいっている。ヘッド、ヘッド、うまい。さあ、ガードが硬い。いやー、さあ、残り0ドットだぞ。さあ、ジャックグラウンドでうまく削るが、ここでいい飛び。完全に削り切るところを見てからの飛びでしたね。いい飛びですね。あれ、よかったですね。さあ、歩いてくる。あー、ヘッドでよく切り返した。逃げた。さあ、これでなんとかバイソンにも。うわ、見ている。さあ、これは厳しいか。あー、おっと、怖い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 。ダイエットはしっかりと着地で中盤。おっと、ヘッド出て。さあ、まあ、ここはグランドグランドと。まあ、端っこ近くでもうバイソンはこけたら火が待ってるので必死ですね。そうですね、やばい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 、カニ類がやばい。さあ、しかしここは中盤グランド入って、フォーが、あー、危ねえ。おっと、これはおつり入んない。さあ、これもかなり、あー、こけてしまった。もうバイル、オチビア取ってる。このオチビア素晴らしい。わー、投げられない、危ねえ。あ、ダメだって。やばい、ファイル、あ、受けがない。おー、投げ返して。さあ、まだ分かんないぞこれ、どうなんの。わー、これはさすがに、いや、危なかったよ今ね。鈴木さん着地にね、あの経路やったから、やっぱりやってましたよね。そりゃそうですよね。湘南さん、さあ、白氷の勝率ってところでしょうか。ギリギリでしたね。そうですね、白氷の勝利ですね。さあ、ここで指名されたのが湘南龍。さあ、ヘッドにファイヤー出て、アントビから中腰でファイヤー。さあ、しかし流星はうまいですね。お、うまいな。ミカさん相当やってるぞと言いたいところが、投げて、受け身取って、さあ、どうする。こっからガードしている。やばい、これはやばい。あーっと、おう、ヘッドは我慢しているお互い。残り0ドット。あー、中足、歩き中足、今のうまかったですね。今のいいですね。グランド下もしっかりガードできる感じ。その前2回転も連キャンスパコンを、はい、ちょっとタイミングしくったんですかね。ですかね。ちゃんとやってれば入ったと思うんですけど。さあ、いて、歩き短パンチ。さあ、波動拳とグランド相打ち。グランドグランド
いやーやっぱさすがに見てますね。開幕の行動がかなり重要ですね、このカード。まあどのカードも言えるんですけれども、いやー燃やされた。こけて、さあこれはヘッドで割られる。ちょっと高いね。おおからヘッド。いやー見ている。厳しい。アッパー返して。いやー厳しい厳しい厳しい。どうするの。さあ落ちる。落ちる。入んない。投げて受け身はある。さあゲージをお互い回収したいが、龍が先に飛んでゲージ溜まりますね。シンク当てれば分かんないですよこれ。そうですね。しかしまあそう簡単には食らわないでしょう。残り30秒切った。波動拳食らって、さあバイソンもゲージ溜まりそうだぞ。うわー助かした。中足にグランドを。苗場さん苗場さん、さあ、苗場さん並びましたね。あ、本当だ、並びましたね。そう、チュンリン使いのヒデさん、これ、2回転バイソンどうですか。あ、ニカさんね、やっぱ手堅いですね。ただ、このカードはよくニカさんとも話してるんですけど、お互いゲージ溜まってからがかなり難しいっていう。あ、めくりからゴーダウン、うまい。お、今のは正面だったか。あれは正ガードですね。正ガードなんですが、ガードした硬直からゴシゴシとかもやられるんで、なるほど、かなり苦しい感じのめくりですね。さあ今度はチュンリが打って変わっていい状態ではあるが、こうさせられると厳しいんです。なるべく気候点と百裂を打ちたいが、今のちょっと危なかったですね。弱気候だったら完全にクレイジー合わされてましたね。さあお互いゲージ溜まったぞ。さあ対空クレイジーは多いでしょう。あぶねえ今の。あそこで中パンキャンセル短パンじゃ危ないですよ。危ないですね。さあ歩いて、さあ中足刺さって、さあ今度はちょっと厳しいか。中足が強い。この状況は射線ちょっと、うわあ中足の先端強いですね。靴の部分無敵ですからね、強い。さあいやー100列バリア、ゴチゴチしてはバイソン美味しい。さあできるパンチから、あれいいね、コパン。あっという間に持っていく。さあアッパーからクレイジー。残りはチャラさんとチャラさんだけ。チャラさんとシュウさん、あシュウさんか、俺死んだもん。シュウさん出た。チャラチャラチチャラとチャラさんとチ、あ、チリュウか、チハルリュウ、チさん、チ、チハルさん、チハルリュウ、チ試合2回転バイソンに決めされましたよ。あ、ピンクのボタンを押してください。ピンク、はい、ありがとうございます。さあここで 2P 側が逆転。こっち残りが、バイソン、チュンリー、ホークか。さあいきなり昇竜をぶち当てる。さあバイソンさんやらないからって言ってるが、一定さんだ。一定さんだ、痛いぞこれ。さあ脱負けはガードして、さあ画面端、これは辛い。おお、あ振り抜きクレイジー。そうなんですよね、あれ弱ストレート使った後って本当にタクがまだあるんで困りますよね。あれは難しいです。さあ短パチ、めっちゃ。さあ中盤出て、長寿はお手なし。さあ短パチで声当てて、うわ突っ込んできた。さあ落ちない。うわおっと、今までうまいな今の。めぐたつまき、うわー投げる、いい投げ、いいですね、これはいい。一回見てから。さあお互い1-1。うわー見ている、ゲージ開始が早い。しかし大勝利、大勝利。さあ、よりし、あーよけーと出した。ナイスヘッド、
今の投げられたらって酔ってましたね、おそらく酔ってる可能性ありますね。さあ中昇龍、さあめぐり竜巻ね、めぐり竜巻、これガード、あー届いてしまう、ちょっと前に打ちすぎてしまったか。さあチャラ男さん大将です。これね、ワンピー側は大将というのは最後ですね。はい、ただ中部にはスターさんというバイソンがいるぞ。そうですね、スターさん、バイソンとはやってるんではないでしょうか。多分 やってると思いますよ。やっててもキャラ差はひどいです。まあそうですね、キャラ差がひどいのと、あとタイプがね、それぞれみんな違うと思うんで、それがやっぱりちょっと大変ですね。まだ1点厳しい、オアオアだけでどんどん体力削られていく。厳しいなこれ。投げ返してクレイジーガク、一ラウンド前何もできず、ダンパンチ、おおローリングを穴ホール、リモホールで潰す、一方勝ち。マジか、投げ返すのうまいな。いって、リモホールが強くて、どうすんのこれ、どうするどうする、うわ厳しい。さあ、カンダが安いよ、どうすんの。そうなんですよ、結局そう、カンダーと結局ブランカー、そう、ブランカーが、ね、そうなんですよ。いやー、投げられて終了。さあ、なんと今回の大会、焼き鳥さんとヒデが一回も出ずに、おやおやおや、まあ、焼き鳥さんずっと後輩やってて大正解というところでしょうかね。エキシビジョンはなしということで、このままエキシビジョンなし、はい、オッケー、お疲れ様でした。じゃあ今日は、2P 側の勝利というところでお疲れ様でした。のじゃあやっていきましょう。
Oh!
Thank you.
Round one, fight!
Round two.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.